マッキントッシュって言えば、ゴン引きのラバライズの方とか有名ですけれども、昔から、ハンドメイドで作られている、本当に手作業で作られてた伝統的な製法のものなんですけれども、そういうものって割とあまり変わらないものが多いんですけれども、作りの良さは変わらずに、今の時代性に合ったシルエットであるとかモデルを、常に出してきてるっていうのがやっぱりマッキントッシュの魅力なんじゃないかと思います。